やっと見つけたよ。誰だてめえ。こっちだ。ここで止まるな。あいつが追いかけてくるかもしれない。イチコ、あ、そうだよ。悪かった。そうだな。ごめん。イチコ、すまなかった。イチコ、あ、ごめん。説明している暇はない。この先に社がある。そこまで走るぞ。走れるか。ああ、今は使われてない。昔はここが奥根神社だった。ご神体も何もかも下の町に下ろしてしまったけどね。そんなの簡単だよ。こんな山奥まで来るのが億劫だったからだ。多少の苦労をしてでも、ここにやってきて手を合わせるのが流儀ってやつだったのに、それが次第に億劫になってきたんだよ。人は簡単で便利な方に流れる。今の時代が特にそうなんじゃないのか？大体時代の流れってやつは、なんだ？俺の顔に何かついてるか？すまない。心配かけた。風林館に行くのはかなりの賭けだったな。だけどああでもしないと、お前が気づいてくれないと思ってさ。ああ。俺が生きているってことをお前に伝えたくて。どうしようもなくなって、手紙をソファーの下に隠した。あそこなら、掃除をする従業員が見つけるだろうと思ってさ。この街にいると、お前を危険な目に遭わせてしまう。一刻も早くこの街を出てくれないか。そうだな。もうお前は子供じゃない。8歳の子供じゃないんだからな。なあ、イチコ。すべてを話しても受け入れてくれるか？受け入れてほしいのは真実だけじゃない。すべてを知った後も受け入れてくれるか？
俺を。俺は目覚めることがない。当たり前だ。眠ることがないのだから。太陽の光も、夜の闇も、俺には全く意味のない代物だ。存在意義もない。そんなものは与えられていない。俺はただ、あるという行為しか許されていないのだ。あいつのその情念の呪いによって、俺はただ、あるのみ。この色を失った狂気の世界で。俺が死者として蘇ったのは、一体いつのことだっただろうか。いや、思い出すのも馬鹿らしい。いつという概念すら失笑ものではないか。人は時間という概念を作り出した。時間は全てを司っている。人は時間に縛られていると言ってもいい。時間。人間の過ちはここにある。人が時間という架空の神を崇めている限り、この世界の真実が見えることはない。人は自らの命に期限を作り上げてしまったのだから。乾く。たまらなく乾く。魂が乾く。女は神社の境内まで上がっていった。俺にはわかる。彼女は獲物を探している。最初の、生まれて初めての狩りだ。戸惑いと欲望の間で行われる最初の狩りこそ、最大の賞なのだ。さあ、獲物と一緒に、俺の退屈も殺してくれ。夕暮れの神社には人の気配はなかった。女は辺りを見回す。お参りでもしておけば怪しまれないものを、すでに信仰すら失ったのか、ただうろつくばかりだ。が、その動きが不意に止まる。目標を見つけたのだ。その視線の先へ、俺もゆっくりとたどらせていく。そこには少女がいた。チョークのようなもので地面に落書きをしている。一人だ。女がわなわなと震え出す。これだ。この葛藤が見たかったのだ。女は再び辺りを見回す。俺は慎重に身を茂みへと隠す。少女は俺たちに気づくこともなく、一心不乱に落書きを続けている。無邪気なものだ。しかし次の瞬間、俺は目を疑った。まさか。いや、間違いない。この少女。少女は餌だったのだ。死者の餌だ。この世に生まれ来る人間の中には、稀に精錬された魂を持つ者がいる。その魂はまばゆく純粋であり、正気に満ち溢れていることから、それを奪って生き延びる死者にとっては、垂涎の標的となる。その精錬された魂、
餌を狩れば、その死者は永遠の生気を得る。人を殺め続ける必要はなくなるのだ。そう、この俺のように。死者にはそれが感覚でわかる。もうあの女は、それに気づいているかもしれない。最初の狩りにして、餌に巡り合ったが、なんて幸運な女だ。いや、死者として蘇っていること自体、幸運とは呼べないが。少女は顔を上げた。女に気づいたようだ。女は引きつった笑みを浮かべながら少女に近づく。そして腰をかがめると、少女に話しかける。お嬢ちゃん、一人？うん。お名前は？バカな女だ。名前など聞いたら、情が移ってしまうではないか。初めての狩りでは禁物だ。私の名前？いちこ、花巻いちこ。俺はそこで不思議な感覚に襲われた。これまでに味わったことのない焦り、そして不安。この子を助けなければならない。なんだ、なんだこの感覚は。胸が熱くなる。どうしようもなく、俺は不意に自分が汗ばんでいることに気づく。これは一体、どういうことだ？この女に、少女を殺させてはならない。嘘だろ。俺が少女を助ける。バカな。女の手が買い物袋へと伸びる。行動に移す気だ。仕方ない。お嬢ちゃん、一人？うん。お名前は？私の名前？いちこ、花巻いちこ。あれ、おかしいな。ここじゃないのかな。住所合ってるみたいなんだけど、困ったな。あ、いいところに。ここの神社、名前わからないかな。届け先がわからなくなっちゃって。ここは、奥根神社だけど。あ！その服の絵かわいい。そんな丸っこい蛇、初めて見たよ。え？うん、これ？これは蛇じゃないんだな。ツチノコっていう、なんていうか、架空の生き物なんだけど。このマーク、見るの初めてなの？この町にいればよく目にすると思うんだけど。私、この町の子じゃないの。夏の間だけ遊びに来てて、知り合いのお家に預けられてるの。そうなんだ。だったらこれを見るのは初めてか。他の町じゃあまり見かけないみたいだしね。
あの女には気をつけな。え？どうして？どうしてって、それはお化けだからさ。お化け？お兄ちゃんおかしい。お化けなんていないんだよ。でもまた君の前に現れるかもね。君は可愛いから。ま、お化けっていうのは冗談だけど、こんな田舎町だって悪い人はいるんだから。誘拐されたって不思議じゃないんだぞ。危ないと思ったら大声を出すか走って逃げるんだ。とにかく知らない人には気をつけること。ついて行ったりしたらダメだからな。うん、わかった。お兄ちゃん優しいね。ねえ、お名前教えて。名前？名前か。俺は花手、八つ神花手。そうだな、花ちゃんでいいよ。花ちゃんじゃ女の子みたいだよ。じゃあ花手お兄ちゃんにしようかな。なんでもいいよ。ほら、もうお帰り。その前に、その土の子もっとよく見せて。それ本当に可愛い。蛇なのに怖くないもん。だから蛇じゃないけど、まあいいや。気に入ったならドラッグを見てみるか。もっと大きなツチノコの絵が描いてあるぞ。なかなかの迫力なんだ。見たい見たい。どこにトラックあるの？ほら行こう行こう。ほら、今言ったばかりだろ。知らない人について行ったらダメだって。ずるい。そんなこと言って見せてくれないつもりね。はぁ、仕方ないな。じゃあトラックの土の子見たらお家にお帰り。それから一人で遊ぶのは絶対やめること。これだけお兄ちゃんと約束。わかった。じゃあ指切りゲーマンする？永遠を生きる俺にとって時間ほど不毛なものはない。俺は時間という観念にとらわれることはない。つまり老いることも若返ることもない。太ることも痩せることもない。この容姿が変わることがないのだ。そうして何百年が過ぎていった。人間は命の助けを後に託して消えていき、その度に町もその姿を少しずつ変えていく。だが、容姿の変わらぬ俺のことを、町の人々は気に留めることもない。彼らは、俺に都合のいいように記憶を変えていく。俺は、山に住む農夫の時代もあれば、刀を刺す浪人の時代もあった。なりたいものになりすませば、彼らの記憶は補正される。これも、長きにわたりこの世界にあり続けたゆえの力か。そして忌まわしいあいつが、俺に与えたご褒美。俺はこの町で何にでもなれると同時に、無の存在でもあった。孤独。俺は孤独の果てにここにいる。死者が現れ、
人を殺めるたびに俺の孤独が癒されていくような気さえした。死者の苦しみを嘲笑うことで自分の存在意義を感じることができた。公園で遊ぶ一子に視線が張り付いていた。思想組の男だ。しかし何をするわけでもなく、遠くから監視しているかのようにただ見つめるだけだった。思想組、もう気づいたのか。一子はそんな視線に気がつくことなく、町で知り合った男の子たちと無邪気に遊んでいる。俺は感づかれないようにその場を離れる。これ以上一子を見張ることは危険だ。この俺が思想組の疑念の的になってしまう。そうなったら、相手が人間とはいえ、非常に厄介だ。路地に出ると、人が近づく気配を感じた。あの女だった。先日見た時よりも目はくぼみ、頬はこけ、焦燥しきっているように見える。蘇ってから一週間近くが経つ。激しい性気への飢えに魅了されてしまっているならば、もう限界に近いはずだ。女は証拠りもなく一子を狙っているようだった。それも仕方のないことだ。女はどんな手を使ってでも一子を殺そうとするだろう。そしてそのムクロの前で大きく息を吸い込むのだ。永遠の渇きを癒す、その精気を。このままではいけない。ドクンと自分の中で何かが脈打つ。なんだ、なんだこれは。自分の体がどうにかなってしまったのだろうか。いや、死者である俺の体に異変など起こるわけがない。では、この感覚は一体。額に汗が吹き出る。えも言われぬ緊張が走る。俺は焦った。このわけのわからない感覚は、死者として蘇ってからこの数百年の間、味わったことはなかった。ただ一つ、原因だけは確信していた。一子だ。あの少女がこの俺をおかしくさせている。俺は持てる知識を総動員して、その理由を考える。餌を横取りしたくてたまらないからか。まさか今の俺にあの少女を殺めたいという衝動は皆無だ。ではなんだ、俺のこの衝動を作り上げているものは。俺は公園へと向かおうか躊躇した。行ってどうする。またあの少女を救うのか。理由もわからずに。俺はきびすを返すと公園へと向かった。やめろ、危険だ。思想組が見ている。俺は足を止める。滑稽だ。俺が躊躇している。どうしていいのかわからなくなっている。迷っていると向こうに人影が現れた。俺はまた石壁に身を隠す。女が戻ってきた。やったのか。いや、そうではないようだ。人が多くて諦めたのだろう。焦燥しきった様子は変わっていない。足を引きずるようにして歩いていく。
それもおまけ付きだ。その女の後方30メートルくらいのところに男が現れた。あの思想組の男だった。気づいたのだ。いいぞ、駆除してしまえ。そいつが少女を仕留める前に。これこそ滑稽だ。俺が思想組を応援しているなんて。俺はいつしかあの少女の無事を願っていたのだ。翌日、俺は一子に会いに行った。理由は自分でもわからない。ただそうしようと思った。お兄ちゃん、いっつも暇そうだね。ひどい言い草だな。忙しくて目が回りそうだよ。荷台が空っぽのトラックを運転してね。そんなことより、一人で遊ぶなと言っただろう。また変な奴が現れたらどうする？さっきまでトア君と一緒だったの。もう帰っちゃったけど。まあ、イチコ。あれからあのおかしな女は現れないか？うん、見ないよ。だけど。ん？どうした？変なおじさんと変な男の子が現れた。あ？どういうこと？なんか変なんだよ。おじさんは私を見るなり、私に向かって走ってきたの。なんだって？また新たな死者が現れたのか。死生相を確認すればわかることだが。だから私、大声出したよ。お兄ちゃんの言う通りにしたの。そしたらね、かっこよかったんだよ。中学生の子が走ってきて、守ってくれたの。ゆずきくんって言うんだよ。その変なおじさんを追い払ったの。そしたら、大人の人が集まってきて、そのおじさんを追いかけてった。ゆずき、思想組の跡取り息子か。それで？どうなった？わかんない。多分捕まえたんじゃないかな。本当か？本当に捕まえたのか？もう一人の変な男の子の話はしなくていい？え？ああ、いや、してくれよ。あの人。一子が指さす先に、高校生らしい背の高い学生が立っていた。何かが欠けてそうなことは、はっきりとわかる。こっちを見てニヤニヤしていた。あいつは死者じゃないな。え？今、なんて言ったの？ああ、いや、なんでもない。あの子、名前は？カグラって言ってた。すっごく性格悪いの。さっきだって、トア君のことをついて転ばせたんだよ。私のことも追いかけてきた。そうだな。あの子は危険分子だ。将来犯罪すら起こしかねない、邪悪な気配を持った子だ。悪い予感がする。カグラという男の子は俺の視線に気がつくと、にやけた表情を変えずに去っていった。この世界には、善と悪が存在する。それは仕方のないことだ。ふーん、なんで？なんで？なんで善と悪がいるの？悪
くなんている必要ないよね。じゃあどうして善がいると思う？それは人はいいことをするから、それで悪を倒すため。じゃあなんで悪はいると思う？それはわかんない。答えは簡単だ。悪があるのは善があるからだ。え？そして善があるのは悪があるからだ。いちこ、この世はすべて表裏一体だ。善がいるから悪がいる。悪がいなければ善は善ではない。言霊だよ、いちこ。人があるとき、ある人を悪と決めつけたときに善は生まれたんだ。その逆もしかり。わかんない。わからなくていい。でも、お兄ちゃんが善なのはわかるよ。はあ？やめろよ。何も買ってやらないぞ。それに、俺は善じゃない。善じゃなかったら、何？悪？そうだな。その時、強い視線に俺は気づいた。いや、正確には俺に向けられたものかは疑問だ。多分この一子が目的だろう。誰だ？辺りを見渡すわけにはいかない。感づいてないふりをする。この視線、今までの誰とも違う。神楽という子はもう去ったはず。となると、死者か。思想組め、まだあの女を捕らえてないのか。そしてなお、一子は諦めてないらしい。今この町に死者は二人。思想組が一人駆除したが、また現れた。餌がある限り、神の遊びは続けられるのか。この呪われた町で。一子、もう帰る。俺が家まで送ってやる。本当？あの土の子のトラックで？あのな、知らない人の車になんか乗っちゃダメなんだぞ。お兄ちゃん知らない人じゃないもん。知らない人だよ。俺の何を知ってるんだ？いい人ってこと。善だよ。一子のその言葉に、俺はわしづかみされたように感じた。痛む。胸の奥がキリキリと。これは何だ？どうしたの？ああ、いや、帰るぞ。わかった。そう言って俺の手を掴んでくる。帰ろう。一子、確か知り合いの家に預けられてると言ってたな。どこの家だ？名字なんだっけ。一生懸命思い出そうとしている。あ、家具土だ。お母さん同士が古いお友達なんだって。私は初めて会ったんだけど。家具土か。それならわかる。確か小さい男の子がいないか。そうそう、さすがだね。物を届けて回ってるからわかるの？まあな。あそこなら遠くない。近くまで送って行ってやる。俺は一子の手を引いて、
夕暮れの神社を後にした。悪い予感は時にして当たることがある。川で溺れている一子を発見したのだ。意識はなかった。俺はとっさに人工呼吸を試みた。幼い唇を開かせ息を吹き込む。それを嬉しそうに見つめている男がいた。カグラと言ったか。この青年が一子を川に落としたのだ。カグラは笑っていた。しかし俺はそれを無視して人工呼吸を続けた。一子が咳き込んで水を吐き出す。いいぞ、呼吸をしろ。俺を見つめる視線が増えるのを感じる。一つ、二つ、死者だ。このアルビノの少女は、まるで死者の餌として生まれたかのような脆弱な存在であった。この町でこの子の存在は危険すぎる。ライオンの檻に生肉を放り込んでいるようなものだ。一子を抱きかかえ、急ぎ足でトラックへと向かう。その時、夕闇の向こうからゆらりと影が現れた。正体はわかってる。あの女だ。もう限界なのだろう。美しい顔立ちはもう消えている。そこには、ただただ生への執着をあらわにした、死者という化け物がいるだけだった。お兄ちゃん。一子が顔を歪めて俺を呼ぶ。しかし、俺は死者から目を離すことができない。もうこの死者に言葉は意味を持たないだろう。すでに理性を失っている。俺は一子を抱えたまま地面を蹴り上げると一目散に走る。トラックに二人で飛び乗ると、すぐにドアに鍵をかけた。キーを回してエンジンを吹かす。女がトラックに体当たりをしている。執念深いな。もう死の子の言ってられないってことか。俺は心を決めた。一子を連れてこの街を出よう。あとのことは思想組が何とかするだろう。俺はアクセルをベタ踏みする。トラックは予想以上に激しく急発進する。女を跳ねたかもしれない。俺は構わずトラックを発進させた。目抜き通りを抜け橋を渡る。この街を出るのは久しぶりだ。昔は不安でいっぱいだった。だが今の俺は違う。希望に満ち溢れている。なぜだ？一子のせいか。だが俺は自分の気持ちに嘘はつけなかった。ついたことがないからだ。俺は一子を守る。俺の魂がそう囁いている。俺は喜んで守ろうとしていたのだ。俺はトラックを走らせた。夕焼けは闇に変わっている。一子は隣で眠っているようだ。このまま一子の家まで行こう。俺はどうにでもなるだろう。そうだ、お兄ちゃんのままでいいではないか。
記憶はそのうちすり替わる。いつか俺を本当のお兄ちゃんだと思うだろう。俺はワクワクしていた。死者となって、いや生まれて初めて。一子、家に帰りたいか？え？家に帰れるの？ああ、帰れる。一子は喜んだ。この町で彼女はどこか寂しい思いをしていたのだろう。その前に、おばちゃんの家に寄ってくれる？持って帰るものがあるから。山で男の子からもらったんだけどね。俺はうなずくとアクセルを踏んだ。これから先の一子との生活に、経験したことのない小さな希望の光を探して。人々は俺の都合のいいように記憶を変えていく。記憶の変化はゆっくりと訪れるので、中には違和感を抱える者も少なくない。しかし、そんな違和感すらもやがて忘れ、俺のありたいとする存在を認めていく。俺は一子の兄として振る舞い、そして新しい生活が始まった。それは俺にとって、死者となって初めて訪れた幸福な時間だった。少女だった一子は成長していく。見た目だけは、俺との年の差を縮めていく。中学生になり、体つきも女になっていくと、俺は一子に本当の兄弟以上の愛情を感じるようになった。その少年がやってきたのは、そんな一子との生活が軌道に乗り始めた頃だった。一子の両親も一子自身も、俺を兄だと認識してから約5年。一子が中学2年生になった頃だ。驚いた。俺たちの前にあの少年が現れたのだ。はじめまして、かぐつちって言います。一子のお兄さんですよね。日野、かぐつち日野。母親が急逝し、親戚に引き取られ、俺たちの住むこの町にやってきた。5年前の一子と真逆の立場になったのだ。これは運命かとも思ったが、そんなことはなかった。母親同士がもともと同じ地区に住んでいたのだから、その運命のいたずらとも言える糸は薄く細くつながっていたのだ。一子、久しぶり。すごくお姉さんっぽくなったね。俺のこと覚えてるかな？一子は見事にこの少年のことを忘れていた。少年のことだけではない。町のことすべて。俺がそうさせたのだ。その少年、かぐつち日野は、その事実に困惑した。しかし俺は、日野にあえてこう言った。焦るな、日野。時間をかけるんだ。そのうち一子はお前を思い出す。わかった。そうなるまで、俺、一子のそばにいる。
ヒノはうなずき、事実その通りにしていた。しかしやがて、俺の力でその記憶は補正されていく。奥根里にいたことすら忘れ去っていく。ヒノとイチクは、小学校の時からの幼馴染み、それだけのこと。これでいい。あの街を思い出させるものは、すべて記憶の箱の底の、そのまた底へと埋めていく。念のためだ。あくまで、念のために。そして、一子と出会ってから10年という時間が流れた。俺にとっては何の苦もない、あっという間の時間だ。新しい生活はまるで夢のようだった。彼女は俺を兄として、家族としてしたい。そこにあるのは、ただ純粋な気持ちだけだった。俺が何百年と見てきた人間の裏切りも、妬みも、私利私欲もない。俺は変わっていく自分に気がつき始めていた。しかしある日、俺は自分の正気が薄れていることに気づく。きっかけなどない。体がそう思ったのだ。じゃあ思い出せるか？お前が小学生の頃に見た俺の姿を。中学の時に見た俺の顔を。けど？だろうな。俺の容姿はずっと変わらない。お前が8歳の時にここで会った時から、ずっと。お前の周りの人間たちは、それを疑問に思わないだろう。記憶とは脆弱なもの。少し価値観を曲げてやるだけで、誰も違和感を覚えなくなる。今のお前の、俺に対する記憶のように。だが、作られた記憶もまた脆弱。俺が離れていけば、徐々に偽りの記憶は薄れていく。違う。俺が離れたからだ。俺の本当の名前は、八つ神放て。もうどれくらい生きたかすら覚えていない。いや、生きているというのは、命のある人間の言葉だな。俺は生きてすらいない。あの世にも行けず、この世界にも受け入れられず、さまよっているだけの亡霊だ。俺はお前の兄じゃない。ただ、そうありたいと望んだ。そんな資格、俺にはないのにもかかわらずな。
イチコ、困らせないでくれ。俺はこの世界のものではない。まして、お前のような純粋な魂に癒されるべき男でもない。現に、無楽者牢から抜ける時だって、俺は人を傷つけてきている。いいか、俺は死者であり、お前はその死者の。この町にいる限り、お前は狙われ続ける存在だ。いや、この町だけじゃない。この町を抜け出した死者だっている。どこにいてもお前は狙われるんだ。なのにお前は、俺を追ってこの町に来てしまった。運命がお前をもてあそんでいるのか。だとしたら俺はどうしたら。俺は、お前を守り続けることが。イチコ、聞いてくれ。俺は、死者だ。乾きはないが死者なんだ。生きた肉体を持つ人間とは絶対的に違う。傷ついても死ぬことはない。眠くもなければ腹も空かない。年を取ることもない。いつかお前が俺を追い越していくんだ。お前が8歳の頃、俺は不思議な感覚に襲われた。お前を守らなければならないと直感的に思った。お前は輝いていた。俺の色のない世界でキラキラと。お前が大人になるにつれ、俺は戸惑った。どうしようもなく切なくなる。胸が苦しくなるんだ。どうしていいかわからないくらい。イチコ、ヒノが河川敷に連れて行ってたんだ。ぶん殴ったな。だんだん記憶が戻ってきたみたいだな。ああ、ヒノも今頃その記憶を思い出してるはずだ。記憶はつながってるんだ。共有してる。と言った方がいいか。そうだな。人の常識に染まっていると余計に。
この町にいたいじめっ子、覚えてるか？と言っても、子供ではなく高校生くらいだったが。無理に思い出すことはない。お前は川で溺れて、それ以来この町の記憶がなくなっている。あ、そうだ。突き落とされてな。突き落とされたんだよ。そのいじめっ子に。名前は、カグラ。お前はこの町に来てからずっと、そのカグラという少年に目をつけられてた。普段は他愛のないいたずらや意地悪だったが、ある日それは突然エスカレートした。お前を吊り橋の上に呼び出して、突き落としたんだよ。下流に流されそうだったのを俺が助けた。お前は意識を失っていた。名字まではわからない。わかるのは、お前をさっき襲ったのが、そのカグラだ。なんでわかるんだって顔をしてるな。言っただろ。俺には死者のことがわかるんだ。五感でないところで感じることができる。そうだ。いつ死者として蘇ったのかはわからないが、奴が死者であることに間違いはない。カグラ。ガキの頃からくすんだ魂をしていた。それがまさか。イチコ。死者とは何かの目的を持ってこの世に蘇る。多くの場合は、生きてる家族や友人にメッセージを託すためが多い。しかしあいつは、カグラは違う。あいつは、快楽を求めて蘇ってる。人を殺める快楽をな。いつ死者になったのかそれはわからないが、とにかく、厄介な奴に目をつけられたな。ああ。お前は餌なんだ。岩長姫が残した呪いだ。ダメだ。長くこの世界にとどまりすぎて、もう始まりが何であったかすら思い出せない。ただ、あいつの呪いが死生草を咲かせ、人を苦しめている。それだけは間違いない。イチコ、人は憎まれた存在なんだよ。そう考えたことはないか？人がこの世界に生を持って生きているのは、人生を謳歌するためではない。これは試練なんだ。だってそうだろ。人は生きている限り、あらゆるものに苦しめられる。俺たちは罰を受けていると言ってもいい。それはすべて、あいつの意志なんだ。イチコ。俺たちは手のひらの上で転がされているんだ。その苦しむ姿を見て、あいつは喜んでいる。そして今俺は、別の苦しみを味わっている。
あ、それは、お前だ、イチコ。もうすぐ夜が更ける。今晩はここに泊まって、明日人が街に出始めたら、それに乗じて街を出よう。戻るのは危険だ。カグラはもう、お前が稀有な存在であることに気がついている。手負いの状態だ。しかも、俺という邪魔が入った。奴はもう手段を選ばないだろう。だから街を出る。出たところで、奴が追ってこない保証はないが。一子、腹が減らないか。食料は少しだが確保してある。あんまり街をうろつくわけにもいかなかったからな。風林館を出るときに調達してきた。おい、こんなときに固いこと言うのよ。入り口の段ボールに食材らしきものが置いてあったから、少し拝借しただけだ。こっちだって緊急事態だからな。ほら、リンゴとバナナと、イチゴは持ってこなかったから安心しろ。いや、少しでも食べて体力つけておけ。町からは歩いて出ていくことになる。バスを使うと足がつきそうだからな。家には帰らない。カグラはお前の素性を知っている。追いかけてくるだろう。うまいこと思想組が気づいてくれれば、カグラを駆除してくれるかもな。だが、今のところ気づいている気配はない。どちらかといえば、さっきのメガネの方だな。そっちを警戒している節があった。カグラは狡猾だ。とても賢い。これまで俺が見てきた死者とは違う。普通死者であることに戸惑うものだが、カグラにはそれがない。それどころか、死者であることを楽しんでいるようにも見える。風林館でも少し目があったが、あれは、あんな目は初めてだ。あそこまで黒く染まれるとはな。そうだな。どこでもいい。お前と二人ならどこでも。そうなるな。死者は何かを探すのに長けているから。死者には、自らが欲するものがはっきりと見える。白と黒の世界の中で、それははっきりと、とても鮮やかに見えるんだ。カグラやメガネの奴から見れば、イチコはキラキラしているに違いない。その目から隠すのは難しい。嫌か？嫌だろうな。それでも俺はお前を連れて行く。たとえそれで嫌われようとも、俺は。イチコ。
もう離れないから。もっと近くにおいで。嘘じゃないさ。ああ。急いで身支度だ。ここを出るぞ。まだ日は昇ってないが、ここを捨てる。奴が来る。最悪の死者だよ。感覚でわかる。お前を追ってあのトンネルを抜けてくる。あそこから町に抜けるには、トンネルを通る必要があるが、それは自殺行為だ。山を越えて町の北側、金属地へ抜ける。匂うぞ。そうだな。ここまで来ればあとは下りだ。よく頑張ったな。ん？どうした？ああ、まるで家にいるみたい。これは死生草の香りだ。普通の人間にはあまり感じることはないんだけど、やっぱりお前は特別なんだな。ああ、目と鼻の先だ。みたいだなんて言うなよ。あそこはもはや死相海にも場所が知られてる。こんな時間に見張りがいるとは思わないが、もう安全な場所じゃない。感じる。死生草が俺を呼んでる。言ったろ。俺と死生草は共生関係にある。存在が繋がってるんだ。俺がこの町を離れている間も、遠くからずっと俺を呼んでた。俺は気づいていたが、どうでもよくなってた。
イチコ、お前との生活が楽しかったからだ。お前と一緒に暮らしてる間、俺は人間だった。お前と朝を迎え、夜を迎えた。そこには生活があった。俺は、初めて孤独から解放された。その理由がわかるか？俺はお前に愛されてると感じた。生きる理由はそれだけで十分だ。わかってる。これは運命だ。こうなることは分かってたんだ。呪いの花だ。お花見はおしまいだよ。そうそうそう、ここだよ。神楽。ここだよ。ここで目が覚めたんだ。懐かしいな。あんたが思想組に捕まったのも拝見させてもらったよ。お前、まさか俺が捕まった時ここにいたのか？散歩してたら偶然ね。お兄さん、もうぐったりしてたよ。情けなかった。あんたのことは聞いてるよ。殺した思想組の女から。で、あんた誰？お前みたいな雑魚死者は知らなくていい。ひっ、言うね。だがまあ、教えてやらなくもない。俺は死神だ。なるほどね。死神ってかっこいいな。けど、あんたも死者なんだろう？餌食った死者なんだろう？なあ、先輩。だったらわかんだろうよ。その子、俺にくれよ。一緒に神様になろうぜ、兄貴。なるほど。それはいい考えだ。イチコ、お別れだ。もうお前の苦しむ姿は見たくない。なんだよ。話分かりすぎちゃって逆につまんないな。まあいいか。餌が先だ。よし、お嬢ちゃんもお別れしな。俺が気持ちよくいただいてやるからよ。イチコ、これが最後だ。大丈夫。お前を傷つける記憶は全て消える。さっきからずっと考えていたんだ。
お前を守る方法を。そしてようやく分かった。たった一つ、お前を永遠に守る方法。お前はこの町の引力からは逃れられない。どこにいても、何をしていても、この死生草はお前をこの町に呼ぶんだ。そして死者は毎年蘇る。狩られずに生き延びるカグラのような奴もいる。この12年間は奇跡だった。俺に人と同じ運命というものがあるのなら、多分魂は最後を感じ取っていたんだろう。だから俺はお前に。お前に恋した。お前を好きになったんだ、イチコ。もうお前を失いたくない。俺自身を犠牲にしてでも。おいおい、ちょっと待て。さよなら、イチコ。この花たちが枯れれば、俺は消えてしまう。だが逆に、俺が生き続ける限り、花が枯れることはない。だからこそ死生草は俺を選んだのだ。この紫の畑の番人に。あちー！そうか。この花が始まりで終わりってわけか。なら、そうはさせねえよ。カグラ！さあ、その子をよこせ。なあ、お兄ちゃん。俺たち仲間だろ？もっと長く生きて、もっと楽しもうぜ。できない相談だな。そう言うなって。そんな子この先いくらでも遊べんだからさ。カグラ、お前は何も分かっていない。え？どういうことだ？人には一生に一度しか訪れない出会いがある。いや、忘れてくれ。人の心を持たないお前には決して訪れないものだからな。ああ、こいつ。やめとけよ。苦しいか？ま、こんなんじゃ死なないだろう。ちょっとおとなしくしててもらうだけだからさ。おやすみ、お兄さん。離せよ、こいつ。イチコ、早く。俺がこいつを止めてる間に死生草を燃やせ。
く。ああ、離せこの老いぼれが。イチコ、急げ、長くは持たない。俺はいい、早く。イチコ、頼んだ。そうだ、いいぞイチコ。イチコ、いい妹を持ったな。お兄ちゃんを殺せないだとよ。まあ、もともと死んでんだけどな。ほら、話せよ。イチコ、頼む。俺はもう十分だ。お前から愛というものを教わった。だからもういいんだ。貸せ。おかしいと思って月読みの後をつけてきたんだ。途中で見失っちまったが。花田さん、いいの、今さら挨拶なんていらないからな。やるべきことをやる。消えろ。やめ。若いやつから消える仕組みらしいな。人の寿命とは逆ということか。なあ、この花が全て燃え散る頃にはな、もう手がしびれてきた。イチコ、お別れだ。イチコ、ヒノは頼れる男になった。俺の言いつけを守っている。もうお前を襲う死者は現れない。だから俺は必要ない。それに俺が消えれば全ての記憶は消える。俺のことはきれいさっぱり忘れるさ。そうダダをこねるなよ。もう消えるって時に。おかしいな、この世界が去りがたくなるなんて。全部お前のせいだ、イチコ。イチコ、ようやく気づいたんだ。俺はお前を。
チコ。イチコ、ごめんな。ごめん。ありがとう、イチコ。もう、お別れだ。人は帰るべきなんだ。帰るべき場所へと。イチコ、俺はお前と会えて幸せだった。さよなら。行ってらっしゃい。